僕は何をやってるんだろう。料理なんてやりたくないのに。その頃、僕はやりたくもない料理を学ぶために父親に勝手に入れられた料亭で修行させられていた。料理長に怒られる日々、やりたくないことをやらされている毎日、そんな日々に嫌気がさしていた。料理長、父さん、ごめん。僕は音楽で生きていきたい。音楽をやりたいんだ。そしてとうとう僕はみんなに何も言わず、その料亭を飛び出し、東京へと向かったのだ。そう、音楽をやるために。何もなかった僕は、初めの頃は日々を過ごすとこもなく、音楽をやれるような状況ではなかった。すごく安いとこで寝泊まりし、職を探す日々。日雇いで働いていたが、東京に来るときにした借金を返済していくので精一杯だった。周りにはどうしようもない人ばっかりで、昼からお酒を飲み倒れている人を横目に、絶対ここからのし上がってやるの気持ちだけで頑張っていた。生活もだんだん慣れてきて、池袋のビッグカメラで働き出し、アパートも借りれるようになり、週末は路上ライブを行う日々になっていた。しかし、そう簡単に音楽で成功できるほど世の中は甘くなかった。でも諦めはしなかった。なぜなら僕にはこれしかないのだから。そんな日々を過ごしていたある日のこと。その日も僕は路上ライブをしていた。普段ならライブ中は電話なんて出ないのに、その日はなぜか出た。それはもう何年も話もしていなかった母からの電話だった。久しぶりの母からの電話。それは父がもう病に侵かされていて、そう長くはないという内容のものだった。ライブ中にもかかわらず、僕はすぐ名古屋へと戻った。東京からの道のり、いろんなことを思い出していた。そして病院に着いた頃には、父はもう帰らぬ人となっていた。こんな早く自分がここに戻ってくるとは思っていなかった。父が亡くなった今、自分が店を継がないといけなくなり、東京での生活をやめて、名古屋での新しい生活が始まった。そこで待ち受けていたのは、わがままな料理人。昔の残業代を請求してくる従業員。父が亡くなったことで、当時五一にいたほとんどの人がいろんな形でお金を請求してきた。そして僕はついてきてくれる人以外の人を全員クビにした。料理屋なのに料理人がいなくても困らなかった。なぜなら自分が料理をできたから。それは強みだった。その時、初めて父親の見えない愛情に気がついた。将来僕が困らないように、そう思って嫌がる僕に料理を習わせたのに。そんな愛に気づいた時にはもう父に「ありがとう」も「ごめんね」も言えなかった。名古屋での生活も落ち着いてきた頃、やっぱり音楽を諦めきれなくて、また僕は空いた時間に曲を作ったり路上ライブに出かけていた。自分で歌うよりも誰かに自分の曲を歌ってほしいな。そんな時、当時 SKE もまだいない名古屋で、僕はこれからは女性グループの時代が来るなと思って女性のグループを作ろうと思ったのだった。一人でカバーを歌う地下アイドルという活動をしている女の子は結構いた。そんな中、まずメンバーを募集するところから始まった。そしてなんとか集め、レッスンを無料にしてライブで稼いだお金でやりくりしようと思ったのだ。今ではレッスン無料のとこも多いが、当時は誰もやっていなかった。みんなと同じことをやってもダメだと思った。そしてレッスンをメインにしていることからアイドル教室と名付けた。初めはその時やっていたイベンターの人とかにもよくわからないルールを押し付けられたりもした。笑顔で近づいてくる人に裏切られたりもした。結局一期生のアイドル教室はバラバラになってしまった。誰かとやるのはやめようと思った。結局みんな自分に都合のいいことしか興味がないのだ。この世界は生きるも死ぬも自分次第。そして気持ち改め、2期生からスタートした今のアイドル教室。初めはダンスメインのアイドルチームも全然いなくて、こんなレッスンに力を入れてるところもなかった。お客さんが3人しかいない時から8年の月日が流れ、ようやくここまでやってきた。やっとゼップに立てるくらいになった。けどまだまだ夢の途中。諦めない限り可能性はあり続ける。そんな僕を信じてついてきてくれるみんなと、さらに大きな夢へと向かって突き進みたい。負けないで、夢が叶うまで。これからも一緒に頑張ろう。